上谷と、駅名標、日赤病院前停留場は、広島市中区千田町一丁目にある、広島電鉄宇治那線の路面電車停留場である。駅番号は、U6。停留場の西には、広島赤十字、原爆病院が隣接する。当停留場は1912年、宇治那線が神谷町から三行橋までの区間で、開通した際に高等市販前停留場として、 開設された。その名が示す通り、開業当時は、広島高等師範学校が、停留場前に所在していたが、1929年に、広島分離科大学が設立され、広島講師が、その付属校になると、停留場名もこの頃、大学前停留場に変更された。1945年8月6日、原爆投下により、 広島電鉄の市内線は被害を受け休止されるが、東停留場を含む宇品線の上宮町から電鉄前までの区間は、同年9月中には運行を再開している。戦後、広島分離科大学は新生広島大学に包括され、1962年に廃止された。1964年には停留場名も、広島大学前停留場に改められている。 しかし後に、広島大学は大部分の学部が、東広島市のキャンパスへ移転。これに伴い停留場名は2001年に、日赤病院前停留場と3度目の解消を行った。宇治線はほぼ全ての区間で、道路上に軌道が敷かれた、併用軌道であり、当停留場も、道路上に、ホームが設けられている。ホームは、低床式で2面があり、2本の線路を挟み込むように、 向かい合って配置された相対式ホームという形態を取る。路線の起点から見て、左側に広島港方面へ向かう下りホームが、右側に神谷町、本線方面へ向かう上りホームがある。ホームにはほぼ全長にわたって上屋が設けられている。当停流上には広島電鉄で運行されている系統のうち、1号線、3号線、7号線、 それに零号線が乗り入れる。また、毎年5月3日から5日にかけて開催される、広島フラワーフェスティバルの際には東電停止発の、広電宮島口行きに号線臨時列車が運行される。零号線には、東低流上止まりの列車があり、当該列車は乗客を降ろした後そのまま発車し、広電本社前の手前の渡り線を通って、仙台車庫に入る。 2003年には乗り換え制度の変更により、東低流場は下り列車に限って乗り換えて流場になり、東低流場止まりの列車から広島港方面へ向かう列車に乗り換えられるようになった。低流場北側には広島大学の高地が広がっていたが、一部の学部を除いて東広島市に移転し、後地は再開発エリア広島ガーデンガーデンへと変貌している。 ありがとうございます。